はい、おさきんです。今日は茨城県結城市にありますラーメン味噌人さんにお邪魔しております。
はい、ごちそうさまでした。はい、美味しかったです。ね、まずびっくりしたのがどでかいチャーシューですね。こちらのね、炭火焼きでですね、コクもありめちゃくちゃ美味しかったです。麺はね、もちもちつるつるということで全粒粉を使ってますね。こちらも美味しかったです。それでスープなんですけど、これがね、味噌と魚介のブレンドみたいな、そんな感じなんですけど、すごくとろみがあってね、こんなラーメン、このとろみのある、スープはね、なかったですね。はい、あとね、具なんですけど野菜もたくさんね、キクラゲを中心としてね、キャベツ、玉ねぎ、人参、いろいろ他入ってますね。非常にね、満足できる一杯です。